これマジで、あの外側の方が見えるかもしれない。ちょっと待って、やばくない？やばい、これこのプリ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 の中トロとウニね、いただきます。これいただきます、いただきます。電波が悪いって、ダメ、吹くのない、吹くのない。やば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 、あとお醤油、じゃあ食べようかな。わさび、わさび、わさび、あ緊張する、いただきます。いただきます。わあすごい、すごい、ありがとうございます。嬉しい、このお肉のような中トロ丼とこの25,000円のウニ、でもこれで多分やばい値段、これ、これはもう直でかけちゃっていいのかな、直で、絶対うまいよ。いただきます。じゃあうわっ、おいしい、まとわりついてくる、まとわりついていなくなった、うまー、やばー、うーん、まとわりついたと思ったら立ち去っていく、おいしい、ソーリムかな、うーん、やばいこれ、うーん、やば、あ海苔と、じゃあこっちもちょっといただきます。うーん、
あの太客と同伴で食べる寿司屋の味あの西麻布とかでさ、あの太客と連れてってもらったマグロ太客の味うまっ美味しい太客うまっ、うまっ、わ幸せ。もうちょっと醤油かけて、やばいうまい。わ、こんな家でこんなの食べれるなんて。持つべきものは友達だね。持つべきものは、いやマジでやばい。多分これ一口だって1,000円。うん、痛風になっちゃうよ。痛風になっちゃう。うん。うん。全然。なんかそんなに美味しいウニを食べたのなんて、太客ぶりだ。太客のおじさんぶりなものをまさか家で一人で食べる時が来るなんて、うん、いや、うまい。もうゆっくり食べてる。ちゃんと噛みしめてる。巻いてみようかな、ちょっと。うん、巻いてみよう。半分ぐらいでいいのか。これってどうやって、うん、くれるってどんな神経してんのマジでどんな神経してんのマジで。どういう感情でのの。友達がくれた、なんか元気ないからいっぱい食べてって。10個ありがとう。あー、ありがとう匿名さん。手がプルプル。じゃあいただきます。これって恵方巻きになるかな。恵方巻きに、
あ、もう終わったか。まあ、でも昨日食べたよ。うん。恵方巻きもくれてさ、マグロがね、それもね、まとわりついてきた。うん。うまい。幸せ。幸せです。まゆちゃん幸せです。美味しさを見たいで表して。うまい。ウニどこで、これ小川のウニだって、小川のウニって書いてあったよ。うん。じゃあ次はマグロ。いや、巻くの美味しいな。巻くのうまいな。ねっちょり、ねっちょりマグロ。いや、ウニとマグロはダメだよ。絶対ダメだって。うん。うん。おいしい。おじそもよき。いや、いいんだよ。こういうのってなんかあんまりやっちゃいけないんだよ、きっと。ウニとマグロ合う？じゃあちょっとやってみる。なんかこう、こういうのはね、ダメなんだよね、きっとね。あれこれやっちゃ。まあしょうがないから、半分は他にも食べさせてあげるわ。 しゃあなし、うん、しゃあなし。まあこれ他に食べさせてあげるか。ウニ丼と親子包だ。私が買ったやつじゃないけどね。じゃあ次、ウニとマグロのコラボレーション。みんな食べたくなんない？よく平気で見てられんね。よく平常心で見てられんね。いや、うまいよ、マジでうまい。平気じゃない。うん、だって今日釣れたマグロだからね、これ。確か。いただきます。
うん、おいしい。何してもおいしい。ねちょねちょしてる。うまっ。なんか元気出てきたかもしんない。元気なかったけど元気出てきたかも、うん、ね、食レポ難しいよ、うん、難しい。これラストのり。また明日から頑張るか。また明日から。友達会って、まあ一回ね断っちゃったの。ちょっともうやっぱり断っちゃったけど、でもやっぱり行こうって思って。うん。これ寿司屋で食べたら多分元気出てよかった。ああちょっちゃん。起きてたんだね。ちーちゃん起きてたんだ。ありがとう。あの、そうそう、やっぱ人に会った方がいいね。うん。人に会うのは大事。元気なくても出かけるとかさ。うん、昨日ね、恵方巻き食べたんだけどね、配信会で。うん、マグロが、いや、これめちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しいよ。なんかただものじゃない。ウニよりマグロが、これよりもマグロの方が高いってことはやばくない？だってこれって25,000円だから、これこのマグロウニより高いってやばいじゃん。じゃあこれだから私今多分だけど、これ24,000円と、じゃあこれ4万だとして7万円の丼食べてる今。多分推定7万円。なんかレベルが高い、なんかグレードってあんじゃん、わかんない。うん。うん。確かに多分このマグロの方が高級だと思う。これただものではない。
マジか。いや、わかんないけど、するんじゃない？ってことは、この椎茸もただものではないんじゃない？これも多分ただものではないんだ、きっと。あ、なんかね、なんかそういえばね、言ってた、あのこれ買えないんだって言ってた。あの欲しい、これ買いたいですって言われても、あの会員制のなんか魚屋さん、会員制だから欲しくても買えないんだって言ってたわ。うん、あのそこのお店が会員制で、うん、言ってた言ってた。うちも美味しいよ。うん、これは誰にも食べさせたくない。血のつながった親にも食べさせたくない。親にも食べさせたくないね。嫌いってかわいそう。こんなに美味しいのに、こんなに美味しいのにね。もうマグロなくなっちゃった。どうしよう。これさ、まあおかんにあげて食べさせて、あともう一個マグロがあるから、明日みんなにあげようかな、みんなと食べようかな。これの美味しさをね、うん、みんなにもちょっとお裾分けしようか。うん、みんなって明日、明日新年会なんだよ、うん、明日新年会うちでね。びっくりするんじゃないこれ。来た甲斐があるんじゃない、わざわざ遠くまで。いやでもね、朝来るんだよ今日朝早く。おかんが新年会は餃子100個、餃子100個食べるまで帰らせません。いやー美味しい、美味しいですね。うん、あ、
うーくんありがとう。もうなくなっちゃう、あと二口でね。餃子手作りだよ。ニンニクたっぷり。あと二口。ひどんなさんとエンディさんと山田くん4人。4人。ちょっと緊張。まさか、もうみんな大手じゃん。この時間に2回目に致命的。飯テロだよね。これマジで飯テロ。これが本当の飯テロだね。間違いなく。ちゃんとゆっくり食べてる。ちゃんと噛み締めてね。ありがとう。いやまさかうちにさ大手の人がね来るなんてね。いやしょっちゅう来てるか。結構来てるな。でも奈々ちゃん来てるわ。すごいな。ナナちゃん家に来てるってすごくない？まああれはサプライズだけどさ。いやでもあれはたまたまなんだけどね。よく考えたらすごいな。飯テロで初めて羨ましいって思った。本当だね。こんなのもらっちゃって。じゃあ最後の一口さよなら。さよなら。わさびの玉入ってた。あ、美味しかった。ごちそうさまでした。マグロも全部食べた。完食した。ごちそうさまでした。あー、うまかった。本当にありがとう。なんか